お茶の間は、講談社のミスターマガジンで連載されていた、もちづきみねの漫画作品、およびそれを原作としたテレビドラマ、バターシキン金魚の続編にあたる。主人公の花井カオルは、その子と理想的なお茶の間を作るために、デパートに就職するものの、その子には愛想をつかされてしまう。そして、カオルは再び水泳を始め、オリンピックを目指す。 1993年1月9日から3月20日まで、日本テレビ系列で毎週土曜22時22時54分に、全11話を放送。制作は、読売テレビ。主演は、渡辺真理奈、成田昌司。視聴率こそ震わなかったものの、成田の原作さながらの体当たりの演技、そして、風薬の境末期の出世作となった。また、脇を固める。 準レギュラーやゲストにも、豊川悦氏、内藤剛、江本明、長塚一慶さんなどといった実力派が多数配された。脚本は、お引越しでデビューし、後に、時をかける少女、8日目のセミ等を手掛ける奥寺、里子が担当。奥寺にとっては本作品が、初の連続ドラマ作品の担当であると同時に、連続テレビドラマにおいて、 全エピソードを単独で書き上げた唯一の作品でもある。今、愛が始まる、恋愛ターミネーターカオルチするほど愛されたい、怒涛の愛を抱きしめたい愛を侵略する、物一生なんて愛せるの。愛の禁断症状を誰よりも愛していたのに愛を取り戻すために、宇宙一愛し合う夜愛し続ける誓い。ありがとうございます。